イリオモテシャミセンズルは、ツルになる、シダ植物で、カニクサに似る。熱帯の植物で、日本では、八重山諸島にのみ見られる。イリオモテシャミセンズルリゴディアムマイケラフィリム、RBR は、シダ植物門、フサシダカカニクサ族の多年生総本である。同族のカニクサに似て、ツルになるが、こちらは、常緑性である。全体の形はカニクサと同じで、 根茎は地面にあって、そこから出た葉がやたら細長く伸びて、鶴になる。高さは数メートルにもなる場合がある。ただし草地に出ることが多く、あまり高くならずに横に広がるものが多い。主軸は次第に褐色を帯び、艶があって丈夫になる。葉は理屈上は無限に伸び、その主軸から左右に右辺を出す。 この右辺は1回右上になるので、歯全体としては2回右上を吹くようになる理屈である。右辺には、放射用と栄養用の区別があり、放射用はややまとまってつく。栄養用の小右辺は短い柄があって三角形から三角状楕円型というが、先端がごく丸いので、小判型という方が似つかわしい様子をしている。挙手はない。右辺あたりの小右辺の数は、 数追程度と少なめ。歯質はやや硬くて厚く、表面は平滑、次第に艶が出る。葉は緑色だが、どことなく青みを帯びたような微妙な色合い。胞子葉は栄養用とあまり変わらない形をもとにして、その正右辺の周囲から胞子形成部が棒状に突き出たような姿。この棒状の突出粒の両側に胞子脳群が並ぶ。 偽方膜の切れ目が左右に並ぶ様子は、ヤモリの指先の裏側にも似ている。日当たりの良い草地に生える。あまり人為的な影響の強いところではなく、湿地の周辺とか、川の周囲などに見られることが多い。日本では、八重山諸島にのみ見られる。国外では、台湾、中国南部からヒマラヤ、さらには、旧世界の熱帯を中心とする、広い分布を持つ。同族は、 世界の熱帯域を中心に40種ほどがある。日本ではもう一種、蚊に草があり、琉球列島ではその変種の長場カニに草が普通である。全体に似た姿ではあるが、蚊に草では栄養用の小右辺の先端が尖って長くなること、荒い虚子が出ることが多いこと、右辺が2回浮上吹くようになる点などで異なる。これらの違いは、幼い植物体では分かりづらい場合があるようである。 フロリダ州南部で糸杉の上に広がる様子日本ではカ蟹草ほど雑草的に出しゃばることはない。利用面ではカニ草と同様に胞子を利尿剤として用いるなどの例がある。ただし現在ではアメリカ大陸に移入手として侵入し非常に大きな被害を及ぼしている。ありがとうございます。